皆様お疲れ様です。パーソナリティのかすみです。皆様は今村仁という陸軍将校をご存知でしょうか。彼は太平洋戦争において司令官として南太平洋戦線で戦った人物であります。今回は教科書では伝えられない偉大な日本人の一人である今村仁についてご紹介いたします。今村仁は1886年に宮城県仙台市で生まれました。家は由緒正しい仙台藩士の子孫で、お父さんは判事の職に就いていたそうです。19歳の時、天壇閲兵を見に出かけた今村は、明治天皇の馬車にたくさんの民衆が押しかけている熱狂を目にします。それを見て国のために生きることを決め、陸軍士官学校へ入りました。学校での成績は非常に優秀で、卒業する頃には首席になっていたそうです。太平洋戦争が起きた翌年の1941年、今村は第16軍司令官として南印作戦を率いることになります。作戦が成功すると、当時オランダ領だったインドネシアのジャワ島を領有することになりました。ジャワ島の統治者として、まずオランダ人に投獄されていた独立運動家たちを解放します。当時解放された独立運動家たちの中には、後に初代インドネシア大統領になったスカルノもいたそうです。今村はそれからもジャワ島の人々の暮らしが良くなるように領内を治めていきました。その当時の日本軍はアジアを占領する際、武力で威圧するのが普通でしたが、今村は現地の人々に自由を与えていきます。そして次のような施策を行いました。学校などの施設をあちこちに開設。それまで禁止されていたインドネシアの独立化を許可。日本でインドネシア独立化のレコードを作成し、現地の人々に分配。日本軍が来るまでは支配者層だったオランダの民間人に現地へ住み続けることを許可。捕虜にしたオランダ軍人は反抗的でなければ、ある程度の自由なやり取りを容認する。このように想像以上に自由な今村の軍政でしたが、大きな成功を収めます。ジャワ島は理想郷のように暮らしやすくなりましたが、日本政府の中にはこのやり方に反対意見を持つ者も出てきます。当時日本では衣服が不足していました。日本政府は今村への不満意見を取り入れて、ジャワ島で作られる白衣を送るようにと要求してきます。ところが今村はこれを断りました。日本へ白衣を大量に送ることは、ジャワ島の住民の暮らしを圧迫することになります。ジャワ島の現地の人々は死者を白衣で覆って葬りますが、白衣が品薄になると宗教心にも影響が出ると考えたのです。日本政府は今村が指示に従わなかったことで、ジャワ島へ政府高官を使わし、現地の状態を調査します。調査団の報告結果は次のようなものでした。ジャワ島の人々は日本人を好ましく思っている。オランダ人は反抗心をなくしている。現地の治安や産業の回復速度は素晴らしく良い。軍用物資の調達状況が優れている。調査団の報告結果は、今村の軍政を褒めちぎるものでした。それでも日本政府の中には不満がある者がいて、今村はニューブリテン島のラバウルへ配置換えされてしまいます。今村が消えると、理想郷のように暮らしやすかったジャワ島の雰囲気は大きく変わってしまったそうです。ラバウルでの貢献。1942年11月20日、第8方面軍司令官として今村はラバウルに赴任します。当時は太平洋戦争中でしたが、アメリカ軍が優勢になりつつありました。
今村は連合艦隊司令官の山本五十六と親交があったので、太平洋戦争の局面についても話し合っていたそうです。戦局を独自に分析した今村は、遠くない未来に日本からの補給が絶えることを予見します。現地で自給自足で生活できるようにしなければならないと考えたのです。今村はまず、日本から畑で育てられている野菜や米の種を取り寄せました。ジャングルを焼き払い、自ら積極的に鍬を使って作物の栽培に取り掛かります。こうした先見の明のおかげで、1945年には開拓できた耕地面積が兵一人につき200坪まで広がっていました。そして終戦の日まで、約7万人の兵たちは飢えることなく生活することができたのです。また今村は畑以外にも自分たちの手で要塞を作り始めます。この要塞は地下にあり、400基以上の空襲にあっても耐えられるほど頑丈なものでした。要塞は堅牢なだけでなく、発電設備や通信施設、兵器、弾薬の製造工場、そして5000人以上をも収容できる病院まで備えていたそうです。他にも、今村は墜落した戦闘機の部品をかき集め、偵察機を3機も作り上げました。これらの偵察機は後に、不足していた医薬品をトラック等で仕入れて戻ってきました。それを見たアメリカ軍は、いるはずのない場所で飛行機が飛んでいると驚嘆したそうです。こうした軍政で数多くの日本兵の命を救った今村は、次のように語ったといいます。勝ち得ない戦争で部下将兵の命を失うことほど大きな犯罪はない。今村がラバウルに数年がかりで増設した要塞は難攻不落でした。結局、アメリカ軍はラバウル攻略を断念し、終戦時にもほぼそのままの状態で残されていたそうです。終戦後、1945年8月16日、終戦の公式文書を受け取った今村は次のように語りました。ラバウル将兵は今後も現地で自給自足の生活を続け、将来日本が賠償すべき金額を幾分なりとも軽減することを図る。我々の外地における最後のご奉公である。敗戦の知らせにより、他の地域では軍機が乱れるなどの混乱が起こりましたが、今村がいたラバウル地域は落ち着いたものでした。ラバウルの将兵たちはそれまでと変わらず、黙々と畑仕事に勤しんでいたといいます。終戦後、今村は戦争指揮者の一人として、連合軍から責任を問われました。そして、今村は裁判で次のように述べています。この裁判は負けた者だけを裁き、戦勝国が何をしたかには触れていない。国際法を無視している。日本軍高官の責任であることを部下のせいにして罰している。証拠にならない噂のみを根拠に訴えを作り上げている。戦争中の異常な世の中について考えず、平和な時のルールで裁いている。今村がこのように主張したのは、自分の他にもいわれのない罪で断罪された部下を救うためでした。今村の裁判には、次のような判決が下されます。オーストラリア軍による裁判。第8方面軍司令官としての責任で、今村は死刑を求刑されましたが、現地の人々の証言もあり、禁錮10年に減免されました。オランダ軍による裁判、第16軍司令官だった際の責任で訴えられましたが、無罪になりました。これらの裁判が行われていた際、今村に過去に助けられたインドネシアの人々が、除名嘆願運動を行いました。この運動の中心となったのは、今村によってオランダ軍から解放されたスカルノです。スカルノは、
今村が仮に死刑となった場合には救い出せるよう救出作戦まで考えていたといいます。後にそれを知った今村は、ありがたいが私はその時は堂々と刑を受けますと救出の申し出を誇示したそうです。1949年オーストラリア軍の裁判で禁錮刑を言い渡された今村は巣鴨拘置所に送られます。しかし自分だけ環境の良い東京にいることはできないとして、マッカーサーに昔の部下と一緒に服役したいと訴え出ました。要望は受理され、今村はパプアニューギニアのマヌス島で服役することになります。刑期を終えて日本へ帰ってきた今村は、今村仁回顧録という本を出版します。そして本が売れたことで出た利益はすべて戦没者や戦犯として処刑された遺族へ送られました。今村の行いを知り、遺族だと嘘をつき金銭を求めてくる者もいましたが、戦争中に多くの部下を死地へ送った身、戦争が済んだ後は黙って騙されなければいけませんと、今村は彼らを咎めませんでした。武士道精神を持っていた今村は、1968年に82歳でその生涯を終えたそうです。とても先見の明のある素晴らしい方ですね。こうした先人から直接話を聞く機会があれば、今の日本にどれだけ救いとなるだろうと考えてしまいます。戦争中という異様な世情の中にあっても、権力におごらず、庶民を思いやれるのはすごいことです。日本人らしい武士道精神が、現地の人々を救い、人望を集め、さらには今村自身の命をも救う結果となりました。最終的に大切なのは人望なのだとよくわかるお話だと思います。教科書で偉人として紹介されることはありませんが、こうしたエピソードこそ記載してほしいものです。今村仁回顧録は現代でも読むことができます。気になった方は、その素晴らしい武士道精神を書物からぜひ取り入れてみてくださいね。いかがだったでしょうか。良ければコメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。